マイクキューガードもない。どうもシリビです。今回は、まあガルスケを使いたいっていうのと、もうちょっとランバラル、グフランバラル久々の登場ですね。少し思惑あって、採用テストです。テスト採用。ザクツーサンダーボルトは、まあ空を飛ぶ銃を潰したりとかですね。いろいろと機動力はないんですけれども、やることがあるので。いやもう4機じゃ足りないよね、枠が使いたい機体が多すぎて。ただそれを6にしますってなった時に多分ジオじゃあ6機入れますみたいなことになるので、このゲームでいうと対戦ゲームをね、なんかいろんな機体を使って楽しみたいよねっていうのもあるんですけど、勝ち負けが絡んでる関係上どうしてもですねそうはいかないんですね。だからまあ6機に増やすなら他のなんか使える機体は、同期機体は2機までとかですね、電源を入れないと、まあ10を4機になります10を6機になります。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。そんなもんですよ。指揮官から指示が届いていること。緊急帰投だ。すごい突ですね。面白い熱い展開。これ入って壊れた。素晴らしい。敵本拠点を破壊した。いや今回何をしたかっていうのかっていうと M 型を使ってるんです。あんまりうまく強化できなかったんで、最悪マッシュ系強化もありかなと思ってるぐらいなんですが、ね、ノーマル型だと倒しきれないことがちょっとちょこちょこ増えて、でリロード2発目にカートリッジ目に行くことが結構あるんですよ。そこをちょっと数増やしてどうかなっていうテストです。本日の品書きは、まあ、やっぱこいつ早いな。お前スーッと戻ってくるでしょ。まあね、簡単なようでね、他のキャラも難しいですよ。自軍補給艦が誘導地点に到着した。自軍補給艦ビーコンが破壊された。いいかもね。今の時代は単純な瞬間火力ではないです。ああ、惜しゅー。ワンチャンあったかなーっていう感じだったんですけど。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決める。じゃあ、まあ、ちょっと遅い。いけるけどです。リーディ、出撃します。これは心に入れる。確認を続け。
けるけど、しけるけど。今外した。ゲルケルという複数がまあ高いですけど、ね、だけどゲルケルと似たようなほとんど似たようなもの内臓ですし、近いですよ。見えるのじゃあと、いいかなって感じ。いい、ちゃんと止められている。発動来なかったな。あそこは賢いです。賢いと思う。突っ込んじゃダメだ。最近ちょっと火力がやべえっていうのが周知されてましたね。かわしきれなかったん。耐えませんでしたね。敵はどこだ。めっちゃすよ。エムジョンも耐えなかった。必要ねえことした。間違えました。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのに。上いける。こう、まあ、ここは自分補給艦が誘導地点に到着した。自分補給艦ビーコンが破壊された。読み間違え。いや、あれでひるませて、それでチャージキャンセルかって思ったんですけど、ちょっと間に合うの。ひるんではいたんですけど、先に出してましたね、攻撃をね。北がやばい。敵のミノフスキー粒子散布により指揮官から指示が届いている。おいおい、超ヘッド。さすが銃撃ビームライフルですね。緊急起動だ。うわ、やばくね。もう一発。いいわ、甘いな。データがないか、まあ、仕方ない。ちょっと油断したらやばい展開ではあります。指揮官から指示が届いているぞ。
自分補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導頼む。ミノフスキー粒子量減衰。レーダーが回復したぞ。新キャラ、ヘイ。飛行がはよくやってくる。お仕事するな、この子は。この拠点を戻った。ひるまない、ひるまないんですけど、ひるまないよ。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるの。指揮官から指示が届いているぞ。ロックオンが、ロックオンの値が低いのでノーロックで撃たなきゃいけないっていう感じですね、このビームキャノンは。左肩に背負ってで、ビームライフルも左肩から当てるんで、他のキャラと違う当て方が来てる。自分補給艦が誘導地点に到着。指揮官から指示が届いている。ただ当たり判定は大きめですになっているので、まあ、上手にやれば。レーダーぐらい問題じゃねえ。おざかしい。これで敵補給艦ビーコンを破壊した。全部デジが出ます。敵補給艦ビーコンを破壊した。敵軍ビーコンが発見された。敵軍ビーコンを破壊した。補給機が破壊した。敵艦を叩き落とした。補給機を破壊した。ブーストチェンジに負債がネックではある。弱点です。あと最高速度はちょっと低めです。敵の補給線、敵本拠点に接近。破壊せよ。攻撃を開始する。正体を預かるこの俺が。ミノフスキー粒子量減衰。争いするわけにはいかんか。レーダーが回復したぞ。見ていて、弾速早い。無駄弾が多すぎる。自軍補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導可能。この拠点は俺の撃破に成功した。ザコン、協力させていただきます。今回は最高速度アップモジュール2を積んでおります。畑で1100ぐらいまで行ってるかな。行ってないね、1070ぐらい。修理なら、修理を頼む。やるね、俺は。残らず消えてもらう。ありがとうございます。素晴らしい。
晴らしいですね。俺何もしてない。我々の力、まあだから呪縛の上位互換みたいな感じだと、ずっとゲルキャの愛の子みたいな、まあ一応オリジナル武器も持っているんですけど、別にそれは無理して使う必要はないかなっていう、うん、使いづらいです。それ以外の武装が結構使いやすいんで、そこでなんとか戦うといいかなって感じの機体。もちろん使えるんですよ、マップによっては。マップと場所によっては使えると思うんですけど、このマップではちょっと使えないです。ちょっとエイムが求められるんですけど、非常にテクニカルで面白い機体になってると思います。遅いですけどね、まあ、遅いのはもう慣れてるそんな感じでした。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。素晴らしい。